パキリノゾーパキリことフランシスコ・リベーラ・ペレスはスペイン・カディス県カディス出身の闘牛士。彼はカルメン・オルドニエスと結婚して闘牛士となる二人の息子、フランシスコ・リベーラ・オルドニエスとカジェタのリベーラ・オルドニエスを設けているが後に離婚した。その後はスペイン・アンダルシア・セビージャ出身のコプラ女性歌手、イサベル・パントー派と結婚し、フランシスコという名の息子を設けた。 1984年9月26日、アンダルシア州コルドバ県のポソブランコで開催されていた闘牛に出場し、ジルイという意味の名前の牛アビスパードの角に突き刺された。この悲劇はテレビカメラによって中継されており、この時点ではパキリは意識はあり、看護婦と言葉を交わしていた。また、エリセオモラン医師にも、怪我の状態などについても説明している。しかし、 80キロ離れた、コレドバの郡の病院への搬送途中に死亡した。2日後、セビージャのマエストランサ闘牛場で数千人の人が見守る中、告別式が行われた。遺体は、セビージャのサンフェルナンド墓地に埋葬された。ありがとうございます。